じゃあ白石君、1セット目いい形で取りましたけど、はい、1セット目はどんな感じでいきますか。先にブレイクしてリードしたいなって感じで思います。攻めきれないところがあったんで、いろいろ上げたりっていうのをやっていかないとなっていうふうに思ってます。入らないといけないのに一歩引いちゃってるんで、まっすぐのサーブに対しても行くって決めてるんで、はい、すごい迷いなく、うんうん、今入ったら綺麗でしたね。いや、テイクバックする暇なかったっすね。絶対ストレート来ると思ってたんで、今構えれなかったっすね。今リターンも本当に合ってましたね。いや、そうですね、結構深く、まあ、ここら辺に狙おうとしてたんで、はい、コースよりも深さ重視で、今滑った。危なかったっすか。ああいうスマッシュでも実際難しいですよね。難しいです、難しいです、うん、低軌道ロブなんで、はいはい、結構タイミング合わせるのが難しいんで、うんうん、まあ、速さっていうよりは、うん、ちゃんと相手見て、うん、コース重視で、うん、まあ、取られたとしても次ちゃんとボレーで、はい、フィニッシュできるくらいで、でも今はまあ重さ以上に、はい、狙ってた以上のところに行ったんで、なるほど。やっぱり軌道を上げるのが功を奏してますかね。多分そっちの方がっていう、うんうん、感じなんですけど。田村さん、トリッキーなリターン。そうですね、危ないですね。なんかもう変えてこようとしてるんで、タイミング的には悪くなかったんですけどね、その後がダメだな。フォアがやっぱり今日すごいいいですね。うーん、伸びてるかなっていう感覚が、はい、今も結構その食い込ませることができたんで、今も結構多分上げてたら、はい、次打たれてたんですけど、はい、しっかり、まあ、そのまんま低い弾道で、まあ、刺すことができたんで、うん、多分ミスに繋がったと思うので、うんうん、まあ、今日結構フォア感覚いいんで、フォアでどんどん攻めていこうかな。やりづらさは、まあ、やっぱありますね。どんなところに感じますか。まあ、こっちが攻めてもぶれないというか、ちゃんとしっかり返ってくるんで、ここがちょっと焦る場面でもあります。
スライドしてこう切る感じのやつは人差し君得意ですよね。はい、得意ですね。フォアいつも以上に打ってる感じが。そうですね、はい、最近結構前の試合でも打とうとしてて、はい、それが結構うまく噛み合ってきてるところだと思うので、うんうん、まあ、それにプラス、うん、いつもやってた守備的な要素が加われば、うんうん、まあ、結構自分の今理想としてるテニスに近づけてるかなと思うので、うんうんうん、まあ、結構いい状態で。しかしフォアのグリップって結構熱いっすよね。熱いっすね。熱いっすよね。確かに まあ、そんなにおすすめできないかもしれない結構熱いかもしれないです。最後に我慢できなかった。低くサーブ打ちました。ここ一個も離したいですね。この位置にすればもう見えてくる。回復のミスがちょっと多すぎるんで。ナイスショ
ナイスキープです。白石君あれだね、相変わらずサーブ打つ前ボールつかないっすよね。つけないっす。あれなんかもう昔からの習慣っていうか癖ですか。そうですね、もうつけないし、うん、あんま変わんないんじゃないかなって思う。つかない人珍しいっすね。珍しいっすね、うん、てかいないんじゃないですか。男子は、まあ、女子はたまにいた記憶ありますけど。よし、キープします。お願いします。よし、今まで一番プレッシャーかかったのって何ですか。いやでも団体戦ですね、やっぱり。団体戦、王座だったり早慶戦だったりが結構やっぱり、はい、チーム背負ってる、うん、個人戦よりもやっぱ重圧はありましたね。インカレとかもそうですけど、はい、団体戦の方がやっぱり、うん、緊張しました。スライスうまいっすね。
感覚いいの分かってるね、そこが、うん、結構思い切り行っても大丈夫かなっていう、うん、ではなかったんですけど、はい、まあ、まあもう大事なところなんで、はい、攻撃的に、はい、いけたら良かったかなと思います。先に出られたか。今日一早いかもしれない。あと1ゲームキープしたら勝ちの時は何か考えたりするんですか？ブレイクされてもっていう気持ちでやってます。こうなっちゃって気持ちが沈む人が多いと思うんですけど、僕はそこ全然気にしてなくて、こうなっても別にイーブンなんで、逆転されたわけじゃないんで、はい、その気持ちで5、4はやってます。だから別に取りたいですけど、取られたとしても次また切り替えれる準備っていうのをしっかり取って終われるのがベストですけど、やっぱり向こうもこれで負けが決まるっていう状況は、はい、やっぱり絶対捨ててこないんで、はい、0-5 とかだったら別ですけど、はい、4-5ってやっぱりまだ相手からしたらチャンス伺ってると思うんで。そうですよね。まあ取られたとしてもっていう気持ちで、うんうん、はい、まあ、でも集中します。ちょっとリターンで攻めていかないと。いや、軽かったっすね。ちょっと時間ありすぎました。俺来るまでに待っちゃいましたもん、来ないから。チャンス過ぎてたやつ。ラッキーでした。ロブでもなくパスにもならず。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。スコアが6364です。6364。田村さん、ちょっと完敗じゃないですか。もう、うん、しっかりとですよ。しっかりと負けましたね。田村さんどうでした、白石さんの。昔やった記憶だと、もちろん守備力が強かったっていうのがあって、で今多分本人もトライしてるのか、こう前に入って攻撃してくるのもこう組み合わさってるんで、うん、より、うん、しんどいですね、やっぱこっちとしては。白石君どうでした、田村さん。序盤はやっぱり球の伸び、スピードの速さとサーブっ
ていうところでやっぱり苦戦するのは正直、まあ、分かってたし理解してたんで、はい、すごい最初は前と変わらずエグいなと思ってて、ちょっとやっぱりサービスゲーム最初硬くて自分のプレッシャーかかっちゃってブレイクされて、だ次 1-2 で返せたのがでかかったですね。そこ多分 1-3 になってたらそこ 2-2 にできたのが、うん、ちょっと、まあ、ファーストセット取れた要因かな、うん、あそこ最初追いつけたのがキーだったかなと思います、うん、よく、ね、白石君に振り回されても食らいついてたね。いやもう一生懸命ですね本当にただ返しただけじゃやっぱ攻めてくるのが増えてる分ちょっとプレッシャーになったりとかして、どうにかして自分の形に持っていきたいけど振り回されてるからしんどいなっていうのでミス出たりとかっていう風になってて、なるほど。今白石君はもうねプロになってこれから活動していくというところで、プロになって ITF ツアーで優勝をまず第一の目標にして、まあ、将来的にはやっぱグランドスラムっていうのを目標にそこに行けるように、まあ、また次、もっと強くなって、はい、まあ、田村さんと試合したいまたこれは休んでられないなでも今結構ありがたい言葉、ね、本当ですね白石君まだ、ね、これからぜひ頑張っていってありがとうございます。頑張ってください。今回ありがとうございました。ありがとうございました。